お願いジェニーです。皆様はインスタグラムやられていますか？私インスタグラミングしているその一人なんだけども、 DM でね、どのギフを使ってるの、どうやって選んでんのって質問来たのね。ということで今日は私がおすすめするおしゃれなインスタのギフを紹介していきたいと思います。レッツゴー。これを使えばプリクラ機の一発落書きと同じぐらいの威力がある。検索ワードレレ。実際に開くとラメラメがいっぱいあると思うんですけど、この一箇所だけじゃなくて広範囲でキラキラーってやってるやつがあるんですね。写真だけじゃなくてこうやって真ん中に文字があって、上からキラキラがこう降り落ちていて、文字を挟んで下からこうやってキラキラが落ちてるようにすればスプラッシュマウントの流れがちゃんとできるから。次、これを使えば大人っぽい可愛いプラスおしゃれな感じになるスタンプ。ギフ検索ワードペンチョ。じゃあ、あんまり大人っぽくないけど、ちょっとなんか大人っぽいなとか大人っぽく見せたいなと思った時に使ったりします。鉛筆テイストの絵がめちゃくちゃ可愛いんですよね。私が好きなのはね、これなんだよね。丸メガネが可愛いと思う。このリップも好きなんだよね。くるくる回ってるのがまた可愛い。では次はですね、私が一番好きなギフのシリーズを紹介します。検索ワードネオ。ネオンがね、すんごい可愛いの。バーの看板みたいなのすごい可愛いと思うし、細かい絵じゃなくて結構ストレートでシンプルな絵っていうのがすごい可愛いなと思ってます。黒縁系と縁がないまんま系がいるんですよね。この2種類の系統を一緒に使わないようにしています。何か統一性を作るようにしています。ちなみにね、私の一番の気に入りは知ってる人多いと思うんだけど、こうやってねギフタップすると逆向きになるんだよね。いっぱい増やしてパーティーピープをするのすごい好きです。音楽好きにおすすめしたい。検索ワードミュージック。ミュージックって調べると CD とかカセットテープとかレコードとかね、結構出てきてすごい可愛いなと思ってるんだけど、検索ワードソング。マイクロフォン系とか再生ボタンみたいな早送りのやつとかも出てくるし、インスタグラムで私がよくやる遊びなんだけど、さっきのギフでミュージックって調べて、皆様参考になりましたか？好きなものしか紹介してないんですけど、参考になったら嬉しいです。というわけで今日の動画を見てくださってありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後に注目では、バイバイ。テレビ番組のエンディングテーマとしてマリオネット使っていただけることになりました。ありがとうございます。初めてだよ。自分の曲でなって初めてだよ。もう本当皆様ありがとうございます。楽しみにしていてください。以上でございました。バイバイ。